今向かっているバーは鎌倉駅から徒歩10分ほどの博物館のバーオールドイングランド。ここに集まる仲間との楽しい会話は僕の最高のご褒美だ。今日はこのバーに特別にご案内しますね。鍵を持っている人しか入ることができないんです。英国アンティークに囲まれた素敵な雰囲気の中で一緒にお酒を飲んでみませんか？さあ、着きました。英国アンティーク博物館バムー鎌倉、土橋正臣のノーアンティーク、ノーライフ。こんばんは、マスター。あ、いらっしゃい、土橋館長。いやー、だいぶ暖かくなってきましたけれどもね。そうです ね、湘南のあたりいいですよ、走ってると車で。あ、風がね、気持ちいいでしょ。風が気持ちいいんですよ、はい、オープンカーで、ね、走ったりするとね、とってもいいんですけどね、はい。この前ね、面白い番組出させてもらったんですよ。え、車関係の番組。あらま、うん、館長、車お好きですもんね。いや、もう好きどころじゃない、うん、コレクターだからね。そうでしたね。本当にタクシーコレクターだから。そうでしたね。あのね、はい、アイザーヘンリキって知ってますか？はいはいはい。あのね、車を、はい、あの、まあ、芸能人の方の、過去の車を全部ね、はい、いろいろとね、うん、掘り下げていく番組なんですよ、はいはい。そこにね、ちょうど出させてもらったんですけれども。館長が。そうなんです。素晴らしい。ね、面白い内容で、はい、普通は有名な方が出てきて、はい、その愛車をこういうふうにこう、まあ、ね、そうですね、ね、あの、話しますよね、はい。今回初企画なんですよ、愛車遍歴。どんな？各マニアの倉庫を見に行こうっていう初企画だったんです。面白い。今までずっと愛車遍歴やってて、そういうことなかったの、で、たまたま白羽の矢が飾って、この湘南エリアで面白いやついないかったのしね、はい。あ、もう館長しかいませんね。そしたら博物館の前にロンドンタクシーを置いてるのをディレクターが見つけたんだ、はい。おー、なるほど。そしたら電話かかってきて、あの、もしかして倉庫持ってませんかって、はい、いや、ありますよって言って、茅ヶ崎の方にありますって言ったら、はい、その倉庫をね、取り行きたいんだと。おー、いや、面白いじゃないですか、協力しますって言って、はい、で、ゲストがね、誰かというと、はい、テリー伊藤さんがゲストなんですけど、いいですかって言って、いやいやいや、いいですか、でもすごい友達だからいいですけどって言って、で、テリー伊藤さんが電話かかってきて、はい、いや、土橋さんが出るんだったら僕やりますよって言って、はい、かかってきて、はい、テリー伊藤さんにまずはロンドンタクシーを貸したわけですよ。で、テリー伊藤さんがうちのロンドンタクシーを乗って、うん、この博物館までやってくるっていう体になってるわけですよ。おお、あ、土橋さんじゃないってわざと見つけるわけなんですね、はいはい。そしたらテリーさんがそっから30分間土橋をディスりまくりです。もうひどいなんてもんじゃない。もうね、見たら7月1日放送だったんだけど、ひどいですよ。もう土橋さんは1000円のものを10万円で売ってた人じゃないですかとか、いろいろ始まっちゃって、いやいや、そんなことはないからって、これちょうだいよとか、もうこんな人、SN の人連れてきちゃダメだ、テレビ出しちゃダメだとか言って始まっちゃって、自分はもうテリー伊藤さんロンドンタクシー持ってたから、テリーさんそんなこと言って、はい、3ヶ月でロンドンタクシー売ったじゃないですかとか言ってね、うん、もう2人でディスりまくって、はい、あの、全然愛車遍歴になってない。ロンドンタクシーの話ほとんどせずにしてないの。2人でディスって終わったっていう番組。まあね、TVerで見れますから、あの、後でぜひぜひ見てみてください。拝見いたしますよ。ひどい番組になっちゃいました。まあ面白いですけどね、はい、というようなね、したりしてね、ちょっとね、あの、イギリス関係、ロンドン関係ね、つながってるんですけど、まあ、テリーさんもこの近くに住んでるんですけどね、はい、あの、2つね、はい、家があるのでね、ええ、まあ、そんなことで、ちょっとね、イギリス関係で、今日も曲1曲リクエストしていいですか？はい、もちろん。じゃあね、カルチャークラブのポイズンマインドをお願いします。かしこまりました。今日は歌手で俳優のピーちゃんこと、池畑慎之介さんと待ち合わせなんです。池畑さんといえば歌手俳優として大活躍してますよね。お、ちょうどバム鎌倉の博物館のバーにお越しになられたみたいですね。ちょっとお話を聞いてみましょうか。こんばんは、池畑慎之介さん。ピーちゃんでいいんですよ。こんばんは、土橋館長。今日は
博物館にご招待いただきありがとうございました。ありがとうございます。そうだよね。じゃあなんかね、急に見つけちゃうと、うん、なんか池畑さんってなっちゃって、いや大丈夫ですよ、ピーちゃんでいいですか。ピーターにね、さんつけるのは嫌なの、うん、あ、ピーターにさん、ピーターってのはあだ名だから。あ、そうか、そうなの。それにさんをつけたりするのは嫌だから、ピーター、あ、ピーターって呼び捨てにするか、ピーちゃんでいいんです。そういう、はい、そういうことね。そういうことなんです。いくつかちゃんとあったわけですよ。そうですよ。で、ピーちゃんとかね、うん、結局最初に会ったのはね、多分ね、北原照久さんの佐島の別荘 で、 別荘でパーティーでね。そうなんです。ランチパーティーかなんかで、ランチパーティーで、嫌にこの暑苦しいスーツを着てる男がいい男がいるなと思ったら土橋館長だったんですね。いや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 、絶対にもうラフな格好じゃないですもん、いつもね。だいたいこの格好ですね。イギリス紳士の格好でね、暑苦しい海のとこで。やめてください。それ褒めてんだから。いやいや、もうちっちゃくディスりますけどね。そうですね。でもかっこいい方がさんの方、写真撮ったのツーショットって結構いっぱいありました。いっぱいありますよ。うんうん、もうツーショット写真いっぱいありました。その時ね、初めてピーちゃんとお会いしてね。そうでしたね。いやでもね、うん、すごいね、初めて会った時に、うわ、私何言ったか覚えてる？狩人の弟に似てるって言ったんでしょ。これ、ね、似てな い、 すごい似てるよね。これ昔すごく言われて、うん、お兄ちゃんじゃなくて弟の方、ね、弟の方、そうそう、高いじゃて、あっちの方だね。そうそう、弟の方、弟の方、そうそうそう、すごい言われて、私今会った瞬間、あれ似てるねって、高道、そうそう、あれね、久しぶりに言われて本当それ印象にある。そうか、それを最初に言った会話だったと思いましたね。いや会話でしたね、うん、それからね、うん、時々ね、何回かお会いさせてもらって、そうだ、本当本当で、ね、私のショーも見に来てくださって、ね、ありがとうございました。コットンクラブかな、そうそうそう、行った時、初めてライブ行ったんです、うん、ピーちゃんの。そうですよね。で、自分の印象なんですけど、うんうん、なんか俳優とか、うん、タレントの印象が強かった。歌手のイメージが逆にあまりないんだよね。あんまりなかったんです。そうそうそう。で、まあ、1曲も1曲しかないです。いや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 、1曲くらいでしょ。いやいやいや、でね、その曲は知ってましたけれどもはいはい、はい、だってあんまり聞かない。これも54年前だからね。そうするとね、私が3歳くらい、もう54年前に1曲だけ大ヒットしたんですよ。でもね、それでイメージがないから、うんうん、いや、歌うんだ、ね、ライブがあるんですよと言われて、うん、兄貴、うん、北原さんの兄貴っていうね、お兄ちゃんね、兄貴、うん、いやライブがあるけどうまくいくかって言われて、うん、いや行きたいですよって、うんうん、行った時に、うん、いやどういうライブか全然想像できない、うん、あ、そうかそうかそうか。その時に、うん、びっくりしたのが、うん、この低音と高音が両方すごいのね。ありがとうございます。それで、うん、迫力があるのと同時に、うんうんうん、エンターテイメント性がすごい入ってて。いやそうですか、無口だからあまり知らないんだけど。いやいやいや、どこがですか。いやいや、でもね、私 の、 ショーのイメージはね、うん、絶対に喋りはもう笑わして楽しくして、うん、歌になった途端に2枚目に変わるっていう、うん、ちょっとこうそういう割とハリウッドとかアメリカ式エンターテインメントって言われて、みんなそうじゃん、 D マッチでも何でも、みんな面白いことでアホなこと言って歌になるとすごくいい声で歌い出すという、そういうの最高じゃない。むちゃくちゃ面白くて、うん、でみんな笑ってる時に急にパッと真面目になって、うん、そうそうそう、強い歌歌ったり、ね、強い歌って、なんかね、北原パパ泣いてたもんね。泣くんですよ。そうそうそう、で本当になんか歌詞とあれが相まって涙が出るんですよ、ね、ありがとうございます。で、うん、あとねすごいなってまたすごいなと思ったのが、うん、なんかメロディーよね、メドレーあやった、すごいメドレーやったね、あれ昭和メドレーかなんかね、あれがすごかったね。29曲連続です連続、それも短いフレーズでね、うん、4小節とか8小節しか歌わないから、うん、みんなこの歌知ってる、あ歌おうかなと思ったら次いってるんでね絶対歌うなというふうに客に言って絶対歌わないでくださいって、手拍子もダメですよ、手拍子あのね本当に短い小説をどんどんつなげていくという。いやもうあれ覚えるの大変だったんだから。あれはすごいですね。バンドも大変だけどね、テンポも変わってコロ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 変わるし、テンポも変わるしね、あのつなぎが絶妙で。でもやっぱり昭和のメドレーってさ、うんうん、あのメロディーってみんな覚えてるから、やっぱりすごく懐かしくて楽しいメドレーになっててね、うんうん、なかなかいいよね。いやあれをね、うん、聞いてお聞き終わると、うん、もうなんかね、その時代にトリップするんですよね。そう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 、結構若い人はあんまりいなかったからね。あの時おかしいんですね。あのね、前に座っているお客さん、うんうんうん、もうお客さんが 入ってきちゃうからね、ピーちゃんのトークに。そう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 、あれ面白かった。ちょっとね、酔っ払ったおばちゃんが2人ぐらいいてね。
そう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 、私が曲言う前に全部知ってるわこのウザーとかいうおばちゃんがいて、お客さんが入ってくるライブ初めて、うるさいって言ってた、うるさい黙れって言ってましたね。そうそうそう、お客さんに対して黙れと、いいんですいいんですよ、ね、はい、でもすごいね、和気あいあいのライブ、アットホームでね、アットホームでした ね、 で、 ね、はい、でもね、このライブを見て、うん、本当にイメージが変わったんですよ。皆さんね、そうおっしゃいました、うん、もっと早くに見ときゃよかったって、ね、だって私ずっとやってんだもん、ディナーショーだってずっとホテルもやってるし、ね、やってんだけど、うん、そういうの知らない人は初体験で見ちゃうと、え、これなの、昔からやってたのって、やってましたよこれ50年もっつったの。だから知らない人はやっぱり今まで損したっておっしゃってくださるから、これから見に行きますって言ってくださる、うん、そうですよ、まあ、あと10年も歌わないかもしれないから今のうち見とくんですよってみんなに言ってる。そうそうそう、これね、ピーちゃんのライブは癖になるんです。あ、本当ですか。しばらくすると、うん、なんかあ、また見てみたいと、見たいなって。でね、あれね、本当にみんなにね、今伝えてるんですけど、うん、ライブがあるために行く行くって言うと、え、歌ですかって言うんですよ。あ、そうか、だから、そうか、いや、本当面白い、まあ、歌だけでもなく楽しいし、楽しいんです、楽しいピーターワールドにご招待するって、うん、そういう風に言ってるんですけどね。歌も含めて、歌も喋りも全て含めてピーターワールドにようこそって、この英国博物館と同じですよ。ね、ピーター博物館にようこそお越しくださいました。博物館、ミュージアムです。もうミュージアムで、私はあのステージはミュージアムだったんですね。そうなんです。ピーちゃんの歴史が見れるミュージアム。歴史が見えるんですよ。ピーちゃんミュージアムです。そうそうそう。でも面白いね。ライブじゃなくて、うん、ピーちゃんミュージアム。博物館にようこそ。だって昔の私がね、うん、ふっと同世代の人はさ、はいはいはい、夜と朝の間にのデビューの頃から応援してくれてる方もいるから、はい、その時ふっと昔へ戻るわけです、はい、50年前に。その通りです、ね。それはやっぱりこう博物館みたいなもんでしょう。ね、まあ確かにそうです、ね、私も生もんですからね、生早く食べていただかないとね、ちょっと匂ってきちゃったりしてね、そうそう、困っちゃうんで。いやでもね、本当にそれでね、感動して、でね、フィーちゃんのことがまた好きになって、それで兄貴ね、うん、まあ、もう兄貴が行った時は北原の兄貴、うん、北原照久さん、ブレキのおもちゃ博物館の館長ですね、ぜひに行く時は一緒に行きましょうってね、うん、奥様の純子さん、純子ちゃんとね、仲いいから、すごい仲いいから、そう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 、いつもねステージは一緒にね行くように、それからなったんですよ、うんうん、もう純子ちゃん一番前だもん、純子ちゃん、なんでかって言うとちっちゃいから。あ、そういうことなの。そう、後ろの人に邪魔になる。そうそう、でもね、純子ちゃんの隣にひでかってモデルがレストランとかいるから、それは邪魔なんだな、大きいから。いや、てかさんもおしゃべりしがちですね。そうなんですよ、そうなんです、懐かしいんですよ、本当なんですよ。まあでもね、そういう風に皆さんにこう、そうですね、応援していただきながら、もう早いもので、55周年を今年も迎える。55周年、はい、もうだって55周年って、そうなんですね、ちょうど映画がね、うん、16歳で始まったでしょ、うんうん、だから今年71だから、うん、ちょうど71よ、もう私、ええ、ってだって計算したら分かるだろうが、それぐらい、そうなんですよ、16、55だったこの、でも71歳で、うん、あのステージをこなすって、あ、だからよほどの体力ですよ。そうですし、自分がやっぱ楽しいことはね、割と疲れないかもしれないね、うん、疲れないよ、2回公演やってんだもん。あれだって1日2回でしょ。でこの前の時はちょっとひ、ね、声がひどくてさ、あの時大変辛そうでしたけど、そう、3月の時に誤嚥してね、咳をしすぎて、うんうん、気管支炎になっちゃって、うわ、それでもうなんかこう声が軽音すくみたいになって、ね、軽音すくみたいになって、でも歌い出すと変わるんですね。でもね、やっぱりね、ビデオ見るとね、やっぱりね、枯れてる、うん、あ、ちょっと枯れてました、うん、でも美貌でね、美貌、はい、持ってました。美貌あるから大丈夫ですね、愛嬌で、そうですね、はい、愛嬌で。でね、はい、ピーちゃんさんね、それからまた興味あって、ピーちゃん、ピーちゃん、ピーちゃんね、ピーちゃん、ピーちゃん、実は、うん、俳優としてのね、うん、ピー最初が俳優なんですよ、ね、そうなんです、バラの葬列っていう映画で、バラの葬列、はい、ATG の映画でね、バラの葬列、これが16歳です、16歳の時に撮りましたね、16歳にバラの葬列、はい、これデビューのきっかけがどういうことなんですか。これはね、ゴーゴークラブってとこが昔あってね、ゴーゴークラブ、はい、南青山とあと六本木と銀座で踊ってたんですよ。はーはー、でそこに、あ、そ、まあ、ピーターの名前の由来もそうなんだけど、しんぼって、しんのすけだからしんぼって言ってたんだけど、あの子踊ってる子さ、なんか男の子見た、女の子見た、ピーターパンみたいねって言われて、いつまでかピーターの人、ピーターパンみたいね、そうそう、あの男の子か女の子か分かんないけど、細いマンボズも入って踊ってる子、うん、華奢な子、あの子
ね、ピーターパンみたいじゃないってお客さんが言い出して、あ、お客さんが言い出した、辛抱からピーターパンに変わっちゃったんですよ。辛抱からピーターパンに、そうそうそう、でみんながピーターピーターって呼ぶようになって、そう、それでまあそれは業界で なんかこのバランソレスの役はその綺麗な綺麗なゲイボーイの役だったから、うんうんうん、あの女の子でもよかったらデビューしませんかって言われて、それで初めてメイクしてもらったの。あ、でそれが初めてメイク、生まれが初めて、だって16歳でも中学高校1年で家出して出てきて踊ってる時だからさあのね、そんな話ちょっと聞いた、家出をした、そうなの、この家出少年だよね、家出少年、2回の家出をして、2回もした、1発目は中学3年の時に、うん、鹿児島から家出して大阪行って、大阪から東京出てきて、で父親に10年ぶりに捕まるんですよ。10年ぶりに父親に捕まる、まあ、ちょっとこれ、うん、本当に話したらね、この長くなっちゃうもんね、うん、3週ぐらいにしなきゃいけないぐらいになっちゃうんだけど、うん、とにかく父と母が離婚してて、うん、私は鹿児島にいたわけですよ、小学校2年生の時、うんうん、で父親は東京に、あの大阪にいました、にいました、で鹿児島でラサールまで行って頑張ってたんだけど、うん、もうなんかちょっとまたラサールたらすごい窮屈でさ、頭いいんだ、あの頭いいんですよ、頭いいから、え、ちょっと待って、ラサール、ラサールよ、ラサール、ラサール中学、やっぱ頭切れるの、そうだ、そんなこと、頭切れるって私刃物みたいな、頭切れ、いや絶対そう思った、だってすごい切れがすごいもん、だけどね、ラサールのバカいますからね、別に、いや、そうバカは入れないですよ、なんて言うんだろう、うん、やっぱこう道をつけられるのが嫌なんですよ。ラサール入ったらやっぱりほら、もうここまで、そっちの道行くよね、そう、東大コースをつけられちゃうでしょ、ね、うん、それが嫌でまた家出しちゃって、家出しちゃったんだ、でそれで10年ぶりに父と再会して、そこから父のとこから中学3年の3学期と高校1年の1学期行くんだけども、うん、今度は父は10年間手放してた長男が帰ってきたから、うん、踊りをつけって言ってさ、毎日毎日その踊りの稽古にまた道をつけられちゃった、家元への道を、また家元だって、お父様がすごいんだよね、うん、まあ、一応人間国宝、人間国宝で、ね、だから踊りを小さい頃から三つからやってたんだけど、ピーちゃんもさせられてたっていう、させられた、だけど、うん、まあ10年間離れてたから帰ってきたら10年間あんたは お稽古してへんねんからって怒るんだけど、でもあんたたち親のせいでしょって、うん、そうだよね、私踊りできなかったの、うん、できなかったのはね、それでまあ厳しくさせられて、うん、もう道またつけられちゃった、家元への道みたいな、またその踊りの世界、そう、それがまた嫌になっちゃって、私もね、なんかこう型にはめられると多分ね、うん、逃げ出すタイプ、あ、ダメなんだ、で2回目の家出をして東京で、うん、あの午後踊ってたら、サスケのゴーゴークラブ、たらあの朝倉節さんっていう舞台美術家が亡くなった方ですけども、うん、その時の映画の衣装をやってらして、うん、あんた可愛いね、女みたいだね、ちょっと映画出るかいっつって、そんな男っぽい女の人だったんだけどね、うん、でそれで、監督のオーディションを受けたら一発で通って、うん、ですごい、それでバラのソウルスってその綺麗なゲイボーイ役で、ゲイボーイ役で出たと、はいはい、デビューしたの、そっからデビューですよね、 それがあまりが、まあ、ちょっと評判、六本木の赤松愛がいるとかさ、なんかいろんな評判になって、評判になって、それで、うん、CBS ソニーから歌を出しませんかって話が来たわけ、そっから歌に行くんだ、そうです、すごいですね、で歌ってみたら、うん、異常に低い声だったんで、いやいやいや、それがもうびっくりしたんですよね、うん、あのテレビが当時壊れたんじゃないかと、可愛いショートカット あの女の子がデビューして、顔と、ね、顔、声の、そう、イントロでこう、うん、ボイスの感じでさ、うん、あの頃流行ってたね、ボイスみたいな、ここの由美子さんとかさ、中目とかみんなショートなんでしょ、で、うん、歌い出したら、夜とあれちょっと音おかしくないかこれ、つってみんなテレビをこう横叩いたっていう叩く、昔叩いたね、だ信号館のテレビだからさ、信号館だから叩くとチャンネルをカチャカチャってやると映りよくなったりとか ね、下の下の、うん、それでそんなこと言われた時代があったんで、うん、でそれがまあ大ヒットして、これはすごかったでしょ、でもあれよあれと、まあ、アイドル時代を過ごすことになるわけ、だってこれデビューシングルになりますよね、デビューですよ、デビューシングル大企業、だって日本レコード大賞でしょこれ、最優秀新人賞、最優秀、はい、これすごいよね、大晦日にいただきましたよ、あと千賀薫さん、真夜中のギター、高田恭子さん、みんな夢の中、長崎は今日豆田、クールファイブ、クールファイブ、それから橋田典彦とシューベルツ、それでピーター、一番若くて綺麗なの分かるでしょ、分かりますね一番若く、まあ、女性ほら、まあそこそこの人ですからね、そうですね、これがもう大ヒットして、大ヒットして、中西玲さんですね、そうです、そうです、村井邦彦さんと、村井邦彦さんとので、ね、これは夜と朝の間にって意味は、これフランス語でね、うん、ラニュイとルマタンで、うん、女性誌と男性誌って意味なんですよ、だから女性と女と男の間にって意味なんだぞお前って後日聞いて意味がやっと分かりましたって感じ、だって16歳の子にさ、16歳の子こんな難しい歌を歌わせてさ、でもかなり難しい歌ですよね、そうだと、お前も静かに眠れ、お前も静かに眠れと、これ催眠術師の歌かと思っちゃった
ちょっと本当に。いや16歳の子はね、そうそう、分かんない深い意味が分からない。でまた歌をやったことがない家系なんですよ。まあ大概歌やる人って、うん、おばあちゃんが民謡が得意だったとかさ、ね、家でみんなあの、うん、のど自慢みたいなことしてました。うち誰一人歌ったことない人なんですよ。えでも踊りは踊ってましたよ。えでもこの歌のレッスンみたいなの受けた。だから受けてないから苦労したわけですよ。はあ、で神谷町にあるボンミュージックってところね、その、うん、出版社のところで、はいはいはい、ピアノレッスン行ったらね、はい、横に並んでたあの、うん、ちょっとあのブサイクでもないけどあんまり可愛くないけどもあの男の子みたいな、はい、あのセーラー服を着た女の子がいたんですよ、はいはい、いや並んでレッスンしてた。それが天童よしみですよ。そう、よしみが言うんだもん。だって天童よしみさんがピカちゃんあの時綺麗やったな、16歳ぐらいとかな、私もいててんで横にって、ああいたな、なんか汚い子が汚い子や天童よしみさんが、よしみちゃんが言うんだから3つぐらいしたかな多分。天童よしみさんどう、だからもうバッサバサの頭でさ、うん、あのなんだっけ、なんとか大将、うん、田舎っぺ大将だっけ、田舎っぺ大将から歌、それ歌ってたんだね彼女ね。ああ、そうそう、愛大将あったね。でそれでこうちょっとまたあの沈んだ時期があって、うん、珍島物語でドッカンドッカンといったんだ。そうそうそう、あとんぼり人生か、なんかなんせそう、もう彼女もう声量あるし、あ、うまかった。私はもう歌の運も分かんないからさ、うん、とにかく譜面通りに夜と夜ピアノでタティタタラタ、横でそれずっと歌わされて、うん、ピアノの先生もレコーディングのとこ来て、うん、で一緒にこうどうにか、どうにか今みたいにデジタルじゃないからさ、アナログだからね、歌をちょっと半音あの音が外れてたら何回も何回も取ったテープをつなぎ合わせるんですよ。そうだよね、斜めに、ね、斜めに切ってね、こうやってつないで、だから私のテープのカンパキはもう傷だらけでしたよもう何回も、あ、そうか、そうそうそう、何回もテープを取ってそれをつなぎ合わせるという、そうそう、今みたいにさ、あのポンポンポンとできないから、デジタルでできないから、音外しても今ピュッと半音ぐらいすぐ戻るんですよね。すごい、だからあっという間に直す。そうそうそう、あの下手な女の子、若い子たちいるじゃない、ああいう子たち全然音外してないなと思ったら全部あのピッチで合わせて、合わせてどんな歌い方しても元に戻っちゃう。そうそう、だから生は聞けないっていやいやいや本当に、まあそういうことがあって、そんなアナログ時代にデビューした私が、ね、7年ぐらい、あとまあアイドル街道を走ったんです。アイドル街道でもすごかったでしょ、人気が。すごかったですね、あの頃は。もう、まあ、あの頃も追っかけっていうか、いましたいました、いたでしょ、いましたし、出待ち的な、そうそうそう、うん、あのそういうのがギャーっていう、うん、あのまあレコード大賞のその今あのアーカイブで残ってますけど、うん、YouTube なんか残ってる、その時のあの最終、あの高橋圭三さんが、高橋圭三さん、うん、最終新章はピーター、ピーター池畑慎之介夜と朝なんでギャーって客席に言うんです。それ残ってますか。そうそう、ドガンですね。あのね、ピーちゃんのファンっていうのは男性女性どっちが悪い。女性が 98% ぐらいでしたね。男の人もね、もうちょっと何年かしてからね、実は僕ファンだったんです。隠れファン、隠れるなよ、隠れるな、表に出ると別に、あの時隠れるな、ピーターのファンだと言うと変なように思われちゃったんじゃないですか、うんうん、そういうふうに思ってたからね。そうそう、でも大好きな人は多かった。黒金博さんとかね、割と黒金博さん偉い方が、うん、あの私のファンの方が多かったです。はい、あの星新一さんとか、ね、星、あのもう作家の星新一さんでしょ。大ファンで私の。あ、そうですか。そういうことを割とそういう固い方がね、固い方ですね、私の、はい。いやでもそれでね、もうドカンと来てアイドル時代を過ごしたわけなんですけど、が、まあ、ちょっと自分の中でほら、うん、こんなことやってても続かないのは目に見えてましたしね、うん、歌は下手だし、もうなかなかその下手だし売れちゃったから逆に苦労するわけですよ、うん、あ、またプレッシャーかかった。わかります。だって、うん、あの次の歌歌おうと思ってもさ、下手なんだからさだからなんて言うんだろう、レッスンさせてくれって言っても、うん、なかなかさせてくれないような事務所だったの。営業行ってくれと、とにかく稼いでくれと。もうその時間もう営業行けと。そうそう、だからもう7年間はね、うん、本当に稼がされましたよね。あ、もういっぱい働きましたね、はい、それでちょっと7年目の浮気っていう曲を出して、うん、わざと闇に出して、うん、出して7年目の浮気、それを事務所辞めてニューヨーク行くわけですよ、うん、そこで、でもこれ辞めちゃおうと、やめちゃう、このアイドルみたいなのはもう自分がどんどんなくなっちゃうから、やめちゃうってニューヨーク行った。でニューヨーク行って、まあ、ずっと友達のところに住まわせてもらって、うん、毎日のように美術館行ったり、うん、ブロードウェイ見たり、すごくいい生活じゃないですか。いや、その時はね、だからお金も持ってきましたよ、うん、そうでしょう、貯めたお金を持って行って、ね、もうこのままクビになってもいいと、クビになってというか、うん、干されてもいいと思ったわけ。干されてもいいと思って、でだけど毎日のようにこういろんなこう芸術にこう、うん、
携わってると24、5だと、うん、自分こっちで見るよりかあっちで立ちたいなと思っちゃうわけ。あ、向こう側に行きたいと。今までいたのにこっちへ来て客席で見てるじゃないですか。お客さんだったもんね。そう、立場それを見てると、うんうん、ブルーデーでも何でも見てると、うん、うわあそこの端っこに立っててもいいからライト浴びたいなって思うようになってきちゃったのね。あ、で、あ、自分の好きな仕事をしようと書いて、うん、あのさせられるんじゃなく、そういうことか、したいと思う仕事だけを選ぼうと思って帰ってきて事務所を変えて、うんうん、で新しい事務所に行って、うん、でお芝居はもう好きなお芝居やらせてください、うん、で歌はもうお金稼いでもらっていいですから、うん、どこでも営業行きますよって、うん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 、でそういうふうにしてもらって、はい、まあ、30過ぎになるわけ。そしたらランという黒澤明との出会いがあるわけ。これはすごい転機じゃないですか、うん、そうなんです。自分でやっぱりね、うん、選んだその家でみたいなことをして、うん、またニューヨーク行ったことが、うん、また道が開けたわけです。いやでもニューヨーク行って正解でした、ね、正解でした。それじゃなかった、そういう気持ちにならないでしょ。そのまま多分フェードアウトしてました、アイドルとしては。そうですね、俳優業には行かなかったでしょうね。いや、あのその時もね、うん、俳優の仕事はしてたんだけど、やっぱりピーターのイメージの男か女か分かんないような変な中性的な役ばっかりしか来ないんですよ、うんうん、そっか、役柄として。もうピーターのまず歌手のイメージを使った本を書くから、うんうん、ああもうだから2時間ドラマ出ても何しても中途半端で変な役ばっかりだった。そういうことか。でランで初めて、うん、京アミっていうね、うん、あの役でお化粧も、ね、お化粧も取ろうねって黒沢監督に泊まらってすっぴんで出てたんですよ。あのね、うん、ラン、まあ、黒沢明監督、まあ、大監督ですよね、はいはいはい、これはフランスとの合作になってますけどね。ていうかさ、日本人にお金、日本人で、うん、日本 その文化庁とかがお金出さなかったんだよね。お金がない、ないんじゃなくてさ、出さなかった。だって韓国とかはすごいじゃない、うん、ブロードウェイなんかに、すごいですよ、するぐらいのお金を出すでしょ。国を、ね、国を上げますから、ね、そうだけど、うん、ダメね、黒沢、日本の世界の黒沢にお金を出さなかった、うん、日本の。だからフランスから資本をもらって、ね、それがすごいと思いません、うん、フランスは資本を出すというってことは、それだけ世界に認められ て、うん、認められて、日本は恥ずかしいんですよ。恥ずかしいですよね。そうそうそう、で世界の黒沢のためにフランスがお金を出す。そうそう、フランス映画なんです。これフランス映画になってる、ね、合作で映画合作になってる。そうそう、でね、これなぜこうピーちゃんにこのお話がこう来たんですかね。これはどういう、それはね、私がね、経緯的にはあの映画をいっぱい撮ってて、うんうん、その時に東宝で市川崑監督の、はいはいはい、あの獄門島とかね、病院坂の首くくりの絵、そして火の鳥、はいはい、この3本、うん、毎年のように東宝映画行ってたわけで、はいはい、なんかそれはまあ黒沢さんの耳に入ったんでしょうね。なるほどなるほど。でこの役を見た時に、うんうん、先生の絵コンテ私の顔になってたんですよ。もうすでに最初から、最初に私の顔、黒澤明監督の絵コンテにピーちゃんの顔が入ってる。もうあの先生の顔は私をイメージして描いてくださってで、だから最初にすごい、ね、あの黒澤さんが会いたがってるよっておっしゃった時に、うん、東方に行ってたやつね、うん、で先生の部屋行ったら、うん、あ、君がピーターかいって眼鏡をこう取ってくださって、うん、優しい笑顔で、あのサングラスの奥じゃなくてね、はい、いいおじちゃん顔でしたね。 その時に実はこれ見てくれ、あの、うん、ランっていう顔ね、お金がなくてできなくて、今影武者を撮ってるけれども、うん、なるほど、本当はこの映画を撮りたいんだよって、僕はで集大成にしたいっておっしゃって、うん、お金ができたらこの役があるからやってくれるかいって言われて、ありがとうございますって、もう震えてぐらいに嬉しかったの。それからまた 2,3 年ですよ。そうですか。お金ができるまで、できるまで待って、ね、まあ、影武者の後後ですね。そう、この間、いやでもちょっと震えますね。ちょっとね、だってもうね、黒澤明といえばもう本当世界の監督 で、うん、でこのランという映画の内容がまたすごい、うん、すごいす、ね、これはあの、まあ、シェイクスピアのね、うん、あのリア王の、ね、リア王のお話ですね。でそれでにあの毛利元就の三本の矢の話もちょっとこう、うん、ね、絡んでますね。そうそうそう、うん、3人娘を3人息子にして、いろいろこう、その中の私が、あの、なんて言うんだろう、リア王だったら森の魔女の役ですよね。不思議な魔女の役ですね。それをあの男でもない女でもないピーターっていうのに抜擢した黒沢先生がすごいなと私は思いましたけどね。よく見ててくださって。あの黒沢明監督の凄さは、うん、あのシェイクスピアを題材にして、うん、片や向こうはね、女の子の方の3人。そうそうそう。で、ランはね、あの息子たちだと思うんですね。そうそう、息子3人、息子3人のあれをうまくやってね、あれはすごいですね。そうそうそう。で、あれではこう糸の引くこう ローバだったんだけど、それをあの私に若くして代わりにやって、そう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 。でね、
これすごいなと思ったのはね、うん、まあ久しぶりにねまたね見たんですけどね、うん、頭の部分ですよ。最初の部分ですね。あのイノシシ狩りのとこ。イノシシ狩りのとこです。あれ長いシーンなんですよ。あれ全編外でしょ。外で。外ですよあれ。カメラをね、うん、4台ぐらい回しっぱなしなの。うん、あれそうですか。で普通だったらやっぱこっち撮ります、うん、こっち撮りますっていう1台でやるじゃないですか。一個一個だけどもう4台置いて、でカメラどこかなと思った時は、うん、1000ミリぐらいでお前のアップを撮ってるよって。だから先生曰くアップを撮るよって言うとアップの芝居するだろうお前たち役者はって言うんですよ。あえて言わないのか。だから遠くに行ってカメラが分かんなくなった時にこう人の話聞いてあーって口開けてたりとか泣いたりとかしてるのをこう遠くの望遠で撮ってるんですよ。さすがだわ。すごいでしょ。それやんないわ。自然なとこ自然のところを撮るためにあえてこうアップで撮らない。こうやったらさ意識しちゃう。意識した顔にするじゃない。いい顔しようとそれをさせないんです。自然のもの。そうすごいですね。だからそのだってもさでもフィルムだから、うん、あの時代そうですよフィルムですよね。ってことはさ、うん、4分の3するわけでしょ。それね当時のフィルム代ってすごい高かった。だからね黒沢映画お金かかるのは多分ね無駄なフィルムがいっぱいあると思う。でもそれをまた再編集すると、うん、新しいタイプのラン2ができるんじゃないかと思うぐらい。本当でしょ。本当にあのそのフィルムがね違うところを撮ってるわけだから編集の仕方でまた新しい感じもできるんじゃないかなと思うんですけど ね、 でねこの登場シーンでね、うん、いきなり舞を踊ります。そうそうそう。あれねあれどうですかね狂言師としての形なのか狂言と能と一緒に習ったんですよ。振り付けていただいて。でその頃はだから別に狂言とか能とかじゃなくそういうの勝手に歌い踊ってたものが後々にこう狂言とかになっていったわけだからうまく踊ったりしなくていいから、うん、そのそれを狂言で何か歌いながら船弁慶みたいなのをやりながら辛辣なことを殿に言う役。言うっていう。そうですね。それもねもう不思議な役柄で結構キーパーソンになってて。いやあれはねあれがあのねピーちゃんいないとあの映画ちょっと違った映画になったなかもしれないですね。あなぜかというとなんかタメ口っぽいというか。いやだからなんかあれ不思議な感じ。それはそういう役に、うん、その京阿弥という役は京阿弥の役なんですよね。殿様がいる、うんうん、殿様に仕える道化なんだけども、はいうん、その道化が一番本当のことを言うと。シェイクスピアもそうじゃないですか。そうなんですね。辛辣なことを言うと辛辣なことを言うでみんなごますらない。そうそうですね。でそれをもう面白い話があって、うん、多分その先生にいろいろ言われて手紙も書いてもらったんだけど、はいはいはい、ピーコ、うん、お前はねあのまだまだ枯れてきた猫見たとぞと、うん、その秀虎に対して殿様に対してもっともっと強くパンパンっていう、うん、あの天意無法なところがないといけないって言って、うんうん、私は割と普通まともな性格なもんで一応目上の人には敬語使ったりしちゃうじゃん。でそういうことはもうするなとね。僕監督から監督で僕に もうそういうふうにそんな先生みたいなことじゃなくてあのちゃんとフランクに京阿弥が秀虎に言うように僕にもそういうふうに接しろっていうからで ある時さ「おはようクロちゃん」って肩叩いたのね。え監督に「クロちゃん」って言ったの。もう全員が「引くでしょ」引きましたってもう助監督なんかビビってましたけど「いやそうだそれでいいんだよ」って言って。先生はねでも機嫌がいい時だったからよかったけど万が一あれ機嫌悪い時だったら「バカバカ!」って言って帰っちゃうかもしれないけどね。クロちゃんって言っちゃった。言っちゃった。もう家って言うんだもんだって。いやで先生の前にいつもご飯食べる時は座らされてさ、あの先生がいつも高いねブランデーとかばっかり飲むから、先生これあの焼酎イチコっていうの飲んでみたらどうですかって飲ましたら、うん、あうまいなってそれに変えたらさ月の300万ぐらいお金がウイスキー代が。本当浮いたんだってありがとうございました先生とかに言われてました先生安い酒にしてくれたって。そうだって300半年間九州にいたんだもん私ずっと缶詰で。すごいですね。そう自分の車持って行ってで撮影がない時は熊本へボーリングしに行ったりとかさ遊んでたら怒られてさ「お前どこ行ってた!」っつって「だって先生のそばにずっといなきゃいけないんですか?」って言ったら「そうじゃないけどいてくれないと寂しいだろ」でも相当気に入られたというかそういう感じでしたね。いやでもねこれねピーちゃんのセリフでね、うん、もういっぱい名シーンが飛んでます。ありますね、いやもうねいくつかあるんですけどね、うん、崖の上でね、はい、飛び降りる時があるんですよね。あ人は飛んじまえってやつね。飛んじまえっていう時ね本当飛んじゃうんですよ。この時本当に飛んじゃうピューっていなくなっちゃう。それで慌てまくってまた走ってこの前にね人はいつも道に迷ってるって言うんですよ、うん、
人間昔から同じ道ばかり歩いてるて、うん、同じとこ歩いてる、ね、あるんで嫌ならこの石垣から飛んじまえって言ったら飛んじゃうって飛んじゃうから慌てて、ま、その走ってるシーンがいっぱい出てくるんですよ。あそこで走りまくってます。それがさ3つのずっと3つの城を取ってるんです。あれ姫路城、それから熊本城、うん、もう一個どこだ、どっか何ですか、3つの城の石垣を走り横走りまくってうわーっと取ったんだけど、3つの城あれね、あのシーンだから全編なんか外にいる感じですよね、うん、まあそうですよ、ほとんどほぼほぼあの、うん、最初の頃の秀虎が来る前 は,、うんうん、来る前はあのちゃんとしたセットで、セットに入ってました、ね、でもそれがセットじゃないんですよ、うん、あれセットじゃない、姫路城の天守閣に初めてカメラが入ったの。あれ本当の天守閣、本当の天守閣でやれたの、あれよくやったね、クロス映画だから。でも結構立ち回りとかもだからカメラの下に全部足にさスポンジ巻いて絶対に触らないように傷つけないように撮って。文化財ですか。そうです、そこに文化財の中に入れたんだよ、あの姫路城の天守で初めて。やっぱりね、黒澤明監督は本物志向だから、そうそうそう、偽物嫌なんですね。ガッと怒られるとこね、確かなかった、あのすんごい怒られる、あの茶化して踊っ て, 踊って、そうそうそう、あそこそうです、あのシーンは室内はあれはそうです。いやでもね、前編まあね、俳優陣がすごかったですからね。まあね、根津甚八さん、亡くなった根津甚八さんからあと、からもうそうそうそう、もういっぱいいろんな方たくさんの俳人出てね、うん、そこの中で原田美枝子ちゃんもよかったですね。原田美枝子さんもいた。でその中でピーちゃんさん一色でね、こうピーちゃんがね、うん、一色で走り回ってましたけれども、うん、これね多分ね、これってすごいお金かかっていて、うん、興行収入もすごかったんですけれども、うん、もう黒沢監督の歴史に残る私はもう映画だと思ってるんですよ、ね。まあ、そういう賛否両論あるんですけどね。まあまあいろいろな意見はありますけれども、うん、そうそうそう、黒沢は私は黒沢映画っていうのはもうモノクロの世界だと思ってるんですよ、うん、あ生きるとかあの辺の時代、そうですね、あの時代で、ね、でその後どん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 カラーになってきて、うんうん、黒沢さんらしくないっていう言い方変だけど、うん、まあいろんな新しい黒沢さんになっていくわけじゃないですか、うん、なっていきますね、だんだん、まあ、それの集大成としてお金はかかる馬の、うん、はいはい、馬も、はい、あの影武者で集めてもっともっと集めろって言って作ったわけですよね、はい、うん、で影武者をね、うん、あのカンヌ行ったって撮ったじゃないですか、撮りましたね、はい、これね行ってこれも撮れるはずだったんですよ多分ね、うん、で撮れるつもりでみんな作ってたわけ、うん、 だね、うん、だけど、うん、フランス映画だしね、はい、で先生がね編集がちょっと気に入らないとこがあって、うん、全部私も完全に着物作って、うん、原田美枝子と私ともう一人誰か根津くんかな、はい、誰かなんかみんな行くはずだったの、はいはい、そしたら先生が編集気に入らないっつって、うん、編集やり直すからカンヌはやめだねって一言でやめなさったの。私カンヌ行けてないんですよ。だからこれそうなの、カンヌ出してないのよこれ。そう、残念でしたよ。もったいない感じするけどね。いやいやいや、本当に本当に名作だなと思って、うん、先生の一言で編集が気に入らないところ、ね、黒澤明監督に会いたくてもう本当もう憧れなんで、あ男性はもう憧れない人がいなくて、でね、この前もね、あのビートたけしさんがね、たけしさんが監督した時も2人で対談とかしてて、うんうんうん、いいなたけしさんとか問題なんで、うんうん、でもピーちゃんはねそこの監督のもとについて、うん、俳優としてやってたのかと思って、だから私と、うん、あとその後亡くなる前のは、うん、あのあれに所ジョージさんが使われ、所さん使われてるんです。で所さんとピーターだけは、うん、もう先生が何も言わなかったなっていうのが残ってるの、その好きにやらせろって、であの好きにやった演技が、うんうん、とても良かったんですね。あのなんかでなぜか私は解放されたのはね、うん、ピーターの顔はいらないよってお化粧を取ってくれたんですよ。あのあれすっぴんですね、全くオールすっぴんです。そうなんですね、だからなぜかというと、うん、ピーターっていうメイクをしてると、うん、ピーターの役しか来ないわけで、うんうん、ピーターらしい役、そうそうだよね、だけどあの役にピーターの顔はいらないよって言ってくださったおかげで、うん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 、あんなぶっ飛んだ芝居ができたんです。いやあれはぶっ飛んでましたよ。その後にだから大河ドラマの北条さん、実時とか、ああいうおじさんの役が来るようになったわけですよ。あれね、うん、男もバリバリ男役ですよ、うん、そうそうそう、あれ全く真逆の役でしたよ。 それからだって大河ドラマですからね。そうなんですよ、うん、だから割とそういうこと、あ、池畑さんは別にお化粧してそういう役じゃなくてもいいんだって、うんうん、知らしめたっていうのかな、知らしめたんですね、うん、これ天気ですね、これ本当にすごい天気でした。天気ですね、役者としてはね。そうですね、
で蜘蛛の巣城、うん、蜘蛛の巣城あれをそのままブダに、うん、あの中村吉右衛門さんと浅見礼さんと、はい、で私があの例の伊藤巻のあの映画ではなにわ千恵子さんがやってる、はいはいはい、やった役をあれ知ってます？すごい男の声出てるんじゃないですかね、はい、なんとか出て、うん、あれはなにわ千恵子さんの声を取ってテープをおそう回転にしたんですよ。え、そうなんですか。それで男の声みたいになってんだけど、顔はなにわ千恵子さんなんだけど喋り声は男の声になって、男みたいなこう低い声でテープのおそましでやってる。そう、あれはすごい技術。まあ、あの時代、あの時代にしては最先端じゃないですか。そう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 。そのアイデアもさすがですね。まあそれで、まあ、デビューしてどんどん行くんですけれども、まあそれからですね、うん、まあタレント業もすごいですよね。まあまあその頃からテレビも出てましたけど、うん、出始めますよね、うん、あの、うん、出てるんですけど、その何て言うんだろうな、やっぱり歌手で出てる時と、うん、タレントとして出る時とやっぱほら扱いも違うし、あ、まあそうですよ ね、であの、うん、この時代やっぱり30でランの後から、うん、はい、40歳まではもうほとんどやっぱり舞台活動でしたね。私はテレビはもうテレビはバラエティに出る時はその舞台の宣伝のためにどんな番組でも出ます。宣伝のために出ます。そうそうそう。で年だって6本ぐらい舞台やってたんだもん。多いですね。でその時に、審判にも、うん、あの入れって言われるぐらいにゲスト出演してたし、うんうん、劇団し、だから本歌舞伎、いわゆる本当の歌舞伎以外は全部出ました。うん、ね、はい、奈良岡智子さんと新劇もやったし、はい、北橋谷江さんともやったし、もうだからそこから審判もゲストでずっと出てたし、だから。そういえば歌舞伎界は全部やりましたね。すごいですね。面白かったです。だからそのランをやったおかげでね、いやこのランのきっかけで役者として花が開いて、うん、そう、まあ、人生として新たな道を、そう、そう、それがあのほら下町ロケットにつながるわけですよ。下町ロケットだよね白髪のあの嫌な弁護士ね、あのまたあれも、うん、素晴らしい役でしたね、まあ、よく作りましたな。あれはたまたまね、あれはどういうあれですか。たまたまね TBS でその話が来たんですよ、弁護士ね、でその時、うん、もう白髪も染めずに、はいはい、衣装合わせ行ったわけね、はいはい、でプロデューサーとそのディレクターと、うん、あの福田さんとこう喋ってるし、はいはい、これ白髪のまま行っちゃダメですかね、なんか、うん、ダメって言ったら、うん、いいかな、ちょっとやってみてください。私白髪のままのオールバックでやったらそれが当たったんです。それで、ね、で眼鏡も金縁の嫌なのかけさせてくださいと、うん、でネクタイ締めるのは、うん、私体がちっちゃいし他の人がまた、うん、役者がみんな大きい人ばっかりだったんで、うん、全部アスコットタイにっていうかマフラーにさせてください。アスコットタイになってそうなの。そうするとここの胸ボリュームが出る。そうそうそうそれでそういうことか。そういう衣装合わせを自分でやりました。あれね面白いのが、うん、あの斬新なんですよね、うん、あの白髪でね、そうそうそう、やってあそこと不思議な雰囲気、うん、本当それはね、うん、今まで声かけてくれなかったサラリーマンがね、うん、あの新幹線の中に、うん、嫌な役やってるねピーターさんいいよあれとか言って言ってくれるようになった。そうなんです。あの服装と、もうあの嫌な加減が、あの、ね、服装と本当に腹が立つんだって、なんか嫌な感じなんですよ。あ、ちょっとほらちょっと金持ちっぽいじゃない、金持ちっぽくて、あのルイ・ヴィトンみたいな、そんなスカーフばっかりしてて、あ、金持ってんど的なね、そう、嫌な感じとこの服装がなんか相まっちゃって、そう、悪い方へ悪い方へこう、うん、でやる役で画面出てくると出た、いや本当はね下町ロケットのパート1だけだったんですよ、うんうん、でそれが好評だったんで、うん、で作家の方がですね、はい、パート2の正月バージョンも出してくれたの。だから違う会社でまた今度顧問弁護士になって、そう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 、やっぱりあの中川弁護士っていうのが途中から増えたんです、うん、でもすごいね、ピーちゃんのすごいところは、うん、そのキャラクターを作ることによってその一つの舞台でも映画でも、うん、ドラマでも、うん、そこに花じゃないんですよね、何か不思議な雰囲気を与えるんですよね。 ね、あれ何なんですかね、変身ものが好きだっていうか、自分じゃないことだったらいくらでも飛べるんですよ、うん、自分みたいな役が一番嫌なの、わかる、ピーターっぽい役、要するに元ですよね。だからすごい男っぽいおじさんの役とか不老者の役とかもやったことあるし、そっか綺麗な女優の役もやったことあるし、だからなんかピーターから離れてくれればくれるほど飛べる面白い役ができる。そういうことなんだね。そう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 、そうそう、ピーターから離れたいっていうと名前を、ピーターっぽい役って名前を変えたのもなんかそういう意味、それはね、これは何なんですか。別にね変えないんだけど、ピーターがもう、ね、年齢
あのベテランになってくると、うん、ピーターさんって言われちゃうじゃない、50年言うピーターさん、それが嫌だから、うん、もうそんなにピーターにさんつけるならもうピーター使えませんようになっちゃったわけ、うん、あ、そういうきっかけですか。そうだから、まだ別にピーターって呼び捨てにしてくれたり、うん、ピーちゃんだったら別にピーターはいいんです、そのまま置いとくんですけど、うんうん、まあ池畑篠介の方が、うん、あのカタカナでね、そうですか、あの大河に出るよりもよりも池畑篠介に出た方がいいということで、形的にいいじゃない。まあまあ大河ドラマはやっぱりピーターよりは池畑篠介縦字で書いた方が、あ、そういう感じですか。そういう感じです。そういうそれだけの、あ、それそれは深い意味や。でもみんなピーちゃんですよ。ピーちゃん、今ピーちゃんですね。いや、それでね、まあね、コットンクラブでね、この前の話でコンサート、そうそうそう、でまたなんかコンサート8月8日、8月8日にコンサートがある、あの火曜日ですけど、コンサートというかあの、うん、ライブですね、ピーターのバースデーライブ、71歳のバースデーライブか、はい、生誕祭です。生誕祭71、生誕祭でキリスト教みたいになっちゃうから、キリストみたいになってますけど、そうそう、これはもう場所決まってるんですか。これ丸の内のコットンクラブです。はい、丸の内のこと、いい場所です。いい場所、あそこね、あそこは私去年から始めましたけども、うん、もう3回目になるのかな、うん、だけどやっぱりお客さんが端っこまでちゃんと笑顔が見えるの、うん、見えますか。だからもうあそこで、うんうん、ライブ的なことはずっとこれからも続けていこうかなとは思っております。あの雰囲気もいいし、うんうん、あと音響もとてもいい気がするんですけど、いいす、すごくいいと思います、うん、歌いやすかったです。歌いやすいですか、はい、でね、お客さんとの距離も近いし、うん、あの程よいというか、あとね、駅からも近いですね。駅からすぐあの帰っていただけ、名古屋ぐらいまでだったら全然最初間に合いますから、 2,3 分で着きます。そうそうそう、近くに繋がっちゃってますからね。そうですね。あ、じゃあそこで8月8日これってもう発売されてる。まだです、まだです、あ、されてます、されてますか。5月10日から発売。あ、じゃあもうこれぜひですね、はい、これどうやって買えばっていうか、もう売り出してますからね、もうほぼないかな、うん、もうないかな。嘘嘘、分かんないですよ、うん、だからお問い合わせください。松の内コットンクラブ、それね、コットンクラブにありますから、はい、ぜひ問い合わせをお願いしたいんですけども、今ね、これは違うわ、何、うちの自分の事務所やるから、自分のところでやってるから。あ、そう、そう、これね、多分ね、うん、あのネットとかで出てきます、うん、私の多分ね、あの YouTube とか、あの書いてるところも叩けば、そう、叩けば出てきます、出てくるね。で私のとこへ、うんうん、はい、いや、一部二部がありますんで、私はもうね、確保してますんで大丈夫です、行きます、当たり前ですよ。北原の兄貴と一緒にぶっ飛ばされる、火つけちゃうから、ね、この前面白い、あの一人二人まで、お二人を紹介してネズミ校的に増やせて、うん、そうだ、ピーターネズミ校って言われてますね。今日楽しかったなと思った人が帰ってきたら、そうです、二人にね言うんですよ、言うんですよ、一緒に来いと。そうそう、そしたらね、一人が三人、三人が六人になって、どんどん増えていく、そしたらもう1ヶ月公演できるから。そうです、もう毎年毎月できますからね。そういうことで、楽しかったら来てくれ、ピーターに入るんです、みんなね。そんなことでね、あとね、 CM もまたこれがありがとうございます。あのポンキュッファです、アデランスのね、アデランス出てますね、はい、アデランスの今の部分カツラのやつもやってたんですけど、うん、今回ね、フォンテーヌという全カツラのコマーシャルも始まりますから。全カツラ、あれ、はい、今部分カツラですか。はい、あの今ポン、あの乗っけてたのは部分カツラなんですけど、今度は全カツラのコマーシャルも撮りますし、まあ、あのウィークもね、うん、もう帽子みたいにポン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 、あの皆さん軽くかぶれるような時代になってきたん で、ね、はい、別に髪の毛が薄くなったからかぶるというよりも、うんうん、なんかちょっと今日髪型を変えてみようかな、髪の毛の色を変えてみようかなみたいな時に、私もこのまま一部二部で変えたでしょ、ワインカラーにパンって、ね、パッと変わります、ね、そうそう、あれ瞬間的に変わるの、あの自分でパンと変わるのか、もう本当に早変わりしながら、ね、頭はポンキュフワフワですね、はい、あれ早いですね。あ、そうか、コンサートといえばね、ピー、はい、ちゃんね、ここね、実は音楽聞けるんですよ、何の曲もかけていいんですよ。あ、そうなんですか。1曲ちょっと一緒に聴きませんか、お酒飲みながら。そしたらもう1曲しかないじゃないですか。もう1曲しかないですからね。夜だぞ。じゃあね、マスター、はい、すいません、いいですか、ありますか、ね、ありますか。じゃあ、夜と、蓄音機でいいですか。蓄音機でいいですか、はい、うち蓄音機あるんで、よろしくお願いします。はい、夜と朝の間にお願いします。やっぱりね、この曲は名曲ですね。やっぱりね、うん、でも16でよくこの歌を歌えたなって、自分でけなげだったなと思って、ね、ちょっとね、うるうるくるんですよ。今考えてもさ、いまだにこの歌難しいんだけど、やっぱ16歳でこう何も考えないで、大人に言われた通り、夜とって勝手に歌ってるの。今はやっぱうまく歌おうとかさ、声をうまく出そうとかってしちゃうんだけど、その時はもう全然素人っぽい歌なんだけど、それがかえってなんか、物憂げで夜中にね。そうだね。
超寝不足な人が歌ってるような感じがしますよね。でもこれ16歳の歌声じゃない気がするんですけど。それも言われますね。言われますよね。そうそう、16の声質じゃない。で16のさ、可愛い子ちゃんによ、うん、アイドルになろうとしてる子によですよ、うんですね、お前も静かに眠れとかさ、死人のようにとかさ、報、うん、犬とかさ、どんな歌詞書いたんだ中西玲っていう感じでしょ。中西玲さん自体がすごいですね。いやでも愛情深いことをおっしゃってくださいましたからね。あ、そうですか。そう、そのやっぱりこう、うん、フランス語のラニュイとそのルマタのうまく女性詞、ね、男性詞を使ってお前のためにいろいろ考えたんだよって、いやすごい紫色の世界なんだよって、これあのよく間違って言うんで、うん、ピーターのデビュー曲好きです朝と夜の間にして、うん、まあ、ピルマタがそれだったら言っちゃうんだけど夜と朝の間にじゃないと、うん、夜明け前にならないわけですよ。朝と昼の間と朝と夜の間にだったらお昼間なっちゃうでしょ。歌にならないんです。そういうことか。夜と朝、夜と朝、夜から朝にならないと、朝と夜だったらダメで、真昼間になっちゃうもん、ね、昼間だったら歌にならないんですよそういう深い意味があるんですね。だから間違えないで、うん、夜と朝の間にちゃんと言ってくださいねって言うんだけど、まあよく間違われる。いやでもね、この曲ね、このバーに合いますね。そうでしょ、うん、バーに合う。よろしかったら、あの昔だってフジテレビが最初の頃のオールナ、うん、高崎一郎さんがやってた、うん、はい、オールナイトフジの今月の音だったのこれ。夜とって、ね、夜中の歌だからこれ。そうそうそう、オールナイトフジそうかかってた、そうテーマ曲として、テーマ曲として合うわ昔ね。 あれですよ、 うちのバーに入っていた時は、うん、最初はこの夜とって始まってこれを流すようにしましょうか、ね、そうそう、お前も静かに飲む止まっちゃうみんなここ飲む手が止まっちゃったりしてね。でね、今後の予定もまだありそうなんですけど、年末にね、うん、あの55周年なので、はいはいはい、蒼月ホールでリサイタルをやることになります。日中また詳しくお知らせ、ね、はい、ネットとかでお知らせしますの、ね、で、うん、ご覧いただけたら幸せでございます。これぜひまた行きたいと思います。はい、もうね、今日はね、それはシャンソンたっぷりです。あ、シャンソンですか。シャンソンだけです。はい、はあ、シャンソンショー言いづらいですね。ピーターシャンソンショー、シャンソンショーって言いづらいですけどね、これシャンソン行きましょう。はい、たっぷりと、はい、でね、ピーちゃんね、はい、今日はたっぷりね、うん、もうちょっとね、いろんな話を掘り下げましたけれども、うん、またちょっとね、心でお会いして、すぐ呼んでくださいよ。ちょっとね、話足りない。今度車のことを話したい。実はね、今日ね、ロンドンタクシーとかね。そうなの、ロンドンタクシー大好きだから、その話をしようと思ったら、そういう話したかったんだけど、ランで終わっちゃいました。ランがあまりにも興奮しすぎちゃって。でもまあ今日は、今回は黒沢明スペシャル、黒沢明スペシャルで終わります。はい、まあ、次回車のね、ぜひぜひ愛車の話もちょっとしたいと思いますけれど、はい、もう一杯ぐらい飲んで一緒に帰りましょうか。そうですね。じゃあ何しましょう、このウーロン茶。ウーロン茶、あら、お酒じゃないのね。では最後に心に残る言葉をご紹介します。イギリスの女優オードリー・ヘップバーンはこう言った。美しい唇であるためには美しい言葉を使いなさい。美しい瞳であるためには他人の美点を探しなさいと。ではまた来週この時間この場所でお会いしましょう。英国アンティーク博物館バム鎌倉、土橋正臣のノーアンティークNo life.